人生は、川岸、王御による日本のライトノベル。イラストは七攻めるちが担当。2012年より、ガガガ文庫から刊行された。テレビアニメ化され、2014年7月より9月まで放送された。旧文学園、第二新聞部に所属する、赤松勇希は、いとこで部長の二階堂綾香から、校内新聞の新コーナー。 お悩み相談コーナーを任されることになった。しかし、気城和人だけで記事を作るのは、心事ないと考えた彩香は、3名の女子生徒に、回答係として、勇気に協力するように命じた。そのメンバーはいずれも、勇気と同じ1年生で、理系代表の遠藤理の、文系代表の九条文み、体育会系代表の鈴木育美。結は三者三様の回答と、 その実践を交えつつ、なんとか記事として、これらをまとめていくのだが、勇気たちが通っている高校、第8章から進級し、これまで相談メンバーであった、理の、文、育美、恵美の4人も、正式に第2新聞部に入部している。主要人物その他の学園関係者、読売中高生新聞にいて、人生プチのタイトルで2015年7月3日号より、 書き下ろし新作を連載していた。この収録文は、人生プチのタイトルで2016年11月に文庫化されている。人生漫画の章のタイトルで、月刊サンデージェネックス2014年3月号より2015年4月号まで連載。作画は松山聖二 2014年6月19日発売 ISBN978 から4から09から157380から32014年12月19日発売 ISBN978 から4から09から157403から92015年4月17日発売 ISBN978 から4から09から157414から5ガガガ文こと 声優事務所の81プロデュースがタッグを組んだオーディオブックの第9弾として2019年12月20日より配信された。出演は上西哲平、向井理、夫、伏見春香、堤美幸菜、佐々木直、折原明、郷田葵。人生相談テレビアニメーション、人生のタイトルで2014年7月から9月まで放送された。全話。 話中で紹介された悩み相談への回答は、公式サイトの本日の回答に掲載されている。第1話冒頭には、同じガガガ文庫原作作品のクッチョブブに登場する天使魔王がフィギュアとして登場している。人生相談テレビアニメーション、人生に関するカテゴリー、人生漫画の章に関するカテゴリー、ありがとうございます。